どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、新モードについて触れていきたいなと思います。このモード、何回かやってみた感想としては。マミーがうるさい。まあ確かにうるさいけどな。スイッチから始めた人は、こういうゲームだと勘違いしちゃわない？本来はもっと控えめなんだぜ。お、3倍スコープだ。実はこれ、エルスターにつけれるんだよね。いや、エルスターって、近接武器。てか序盤に他に武器がない時だけ使う武器だろ。ちょ、それはエルスターに失礼でしょ。3倍スコープがつけれるってことは、遠距離でも使えるってことでしょ。いや、遠距離でエルスター撃ってる人見たことねえよ。マジでなんでつけれるのかわからんくらいだわ。でもある意味激レア構成ってことでしょ。しかもみんな3倍エルスターの可能性に気づいてないだけかもしれないわ。いや可能性がないことに気づいてるから使ってないんだろ。とにかく、今回はこれで頑張っていくわよ。さて、最初の接敵。3倍エルスターの力を見せつけるときよ。ちょうどいい感じの距離に敵が。あ、じゃねえよ。お前、この戦闘で出したダメージは ?25 ですね。さっさとその武器捨てちまえ。いや、光る弾で相手の注意を引きつけて、ダメージ以上の貢献をしたかもしれないわ。エルスターの評価を決めちゃうのは時期尚早よ。お前何かを察したような声出してただろ。さて、なんか孤立してるバンガーを見つけたので、みんなで追いかけてます。あ、空爆使ってきたな。そんなの当たらないわよ。全速力で追いかけてるからね。こっちには奥端もいるからな。相手さん逃げ切るのは難しいだろう。あ、いたいた。エヴァ8からの。はい、エルスター強い。今のエルスターじゃなくても何でもよくなかったか？スコープも使ってないし。まだいるみたいだね。ちょっとこれダメかも。反動でかすぎだろ。てかこれ何？ヒートシールドか。リング外にアンチを作り出せるんだよな。向こうにもヒートシールドが。へえ、こうやってリング外を渡り歩いてく感じ。新鮮で面白いわね。って、こっちにも敵はいないっぽいな。向こうにまた別のヒートシールド出したのか。でも最後だと思うから追いかけるわよ。ってどんだけヒートシールド持ってんだ。リング外がすごいことになってんな。さ、エルスターの出番。よし、また倒したよ。結局近接武器としてしか使ってねえ。てか待って、早く回復しないとやばいかも。あーなんでそこで消えるの。これはタイミングが悪かったな。あ、でもレブさんがまたヒートシールド使って、蘇生してくれたわ。これはイケメンだな。そしてこの中だと、回復使う速度速いんだよね。うわぁ、注射器なんて一瞬で打ち終わるわ。ヒートシールド、使いようによっては相当強いアイテムだな。ああ、G7 が欲しい。やっぱり遠距離ダメなんじゃねえか、エルスター。反動がでかいから連続して打てないし、弾が光って見えづらいから超当てにくい。当たったところで大して火力も出ないねまあ強いて3倍エルスターのメリットを挙げるとするなら、近距離武器2つ持ちながら遠距離にも一応対応できるってことかな。まあエルスターは腰打ちで使えるから、どのスコープがついてても近接性能はあんまり変わんないか。うん、だから3倍スコープ結構いいと思うよ。そもそも別の武器持った方がいいと思うけど、てか霊夢味方さんとはぐれちゃったじゃねえか。ここのジップラインから来ると思ってピン刺したけど、うまく疎通できなかったわ。さあ、玉チャンスで味方さんが一人ダウン取った。これは全滅させるチャンス。ここで2部隊減らせれたらでかいな。おっとジブのドームシールド。ここは一旦階段で一息入れて、というかリロードして、詰めに行くわよ。いい感じに押せてるな。相手に逃げ場はないはず。と、空爆使ってリング外に行ったか。まあ、ここまで削ったから追いかけるわよ。でも結構空爆痛いな。あれ、まだ他に敵いるのか。てかレブさんダウンしてるし、私金バップだから先に起こしちゃおう。多分自分が回復するより早いと思うんだよね。相手の位置が分かってないから若干リスキーだと思うけど。なんかパスのフィニッシャーの声聞こえるし。え、どこどこ？家の中じゃん。クソ投げ物持ってない。せめてフェンスを。アップな。ギリギリ耐えたな。そしてこれで相手の動きを封じた。簡単には出れないはずだから、今のうちに回復よ。いや待って、今フェンス壊されたわ。ああ、これ逃げられたかも。ジャンパで飛ばれちゃきついな。待って、また誰かいるんだけど。
さっきのパスファインダーが、バナー回収しに戻ってきたとかかな。部長？今度は逃がさないわよ。絶対に追いついてやる、味方の奥丹さんが。いやお前じゃないんかい。だって相手パスファインダーよ。ワットソンの足じゃ追いつかないわ。まあ確かにそうだけど。それに、奥丹とパスファインダーの追いかけっこって、結構興味ない？しかも下り坂だから疾走感があっていいな。なんか、今だけマリオカートやってる気分だわ。青コーラ投げてやりたいな。さあ頑張れ奥丹さん。あなたなら追いつけるはずよ。ナイスー。見応えのあるレースだったな。ってちゃっかり赤アーマー漁ってるし。私が一番体力少なかったってことで許して。さて、残り3部隊で家をどっちも取られてますが、私たちは屋根の上を取ればそれで済む話です。フェンスをしっかりと張っておけば、簡単には登ってこれないし、仕上げにパイロンも置いておけばほぼ完璧よ。結果的にこの場合、家の中より外の方が安全かもな。この家ごろくて窓ガラスがないから、結構隙間が多いしね。あ、今敵見えたな。とりあえずドアの外にフェンス張って、出づらくしちゃおう。あ、こっち側から来るか？いや、味方さんの方行った。ここは私がカバーしないと。くらえば8。もうちょいだ。よし、からのエルスターで。できるだけ削るわよ。後ろからもう撃たれてる。やられた、でもパスは結構削った。そして私金の腹筋バップだから、一人でムキムキに起きれるわ。さ、自己蘇生を。てあー、レブさん、これ私自分で追った方がいい。しかし野良なので伝わらず、けど蘇生は通ったな。奥丹さんよく生きててくれた。相手人数少ないのかな？てかこれその辺のアーマー変えた方が良かったか。まあいっか。結果的に余裕がありそうで助かったな。これ、体力も回復しちゃっていいかな？まあ、すぐ攻めた方がいい気もするけど。はいオッケー、今行くわ。ふむ、敵はこの家の床下ね。私がこっちから。って何やってんだー。最後何もしてない。けど、3倍エルスター使ってみた結果、チャンピオン取れました。ほぼほぼ味方さんのおかげだったけどな。ということで、いかがだったかな？チャンネル登録や高評価、よかったらよろしくだぜ。それじゃあ私たちはこの辺で失礼します。また別の動画で会おうね。さようならなんだぜー。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。